ジピットチャンネル始まりました。ケントでーす。ショウでーす。レンです。今日はですね、企画ものということで2020年の大暴露大会。イエーイなのかね。怖いっすね。レンちゃん暴露大会始めて初めてっすね。ルールを説明します。今年はジェンガ、ただジェンガやるだけじゃねあれなんで、このジェンガ質問が書いてます。暴露ジェンガ書いてなかったらセーフ、取って上のジェンガにくっついた時に答えを言う、はい、言い切る。で、答えが全部言い終わってから手を離すっていう感じで、はい、ブロックがついてないと答えられないっていう仕組みです。だからできるだけ短く簡潔にみんなが分かるように答えを言うっていうのがポイントでございます。負けたらね、勝った2人がもう好きな質問を選んでぶつけられます。勝った順に引いてこう、はい、勝った順に引きましょう。順番決め、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。じゃあこう、これ場所もあるんで、僕なんか有利だね。僕なんか有利だね。どうすんのこれ。え、これ触って、うん、あ、抜けないから違うとこも OK。 OK、 下覗かなければ、裏にね、質問が書いてある。はい、でーおー、セーフ。なんかセーフ引くね。あ、無理だね、硬いね。硬いんすよ。硬いね、あ、いけた。ガチガチ、いけた。あ、来た。恥ずかしい話、ジーピットチャンネル、ジーピットチャンネルで筋トレグッズの紹介で翔ちゃんに筋トレされたことです。恥ずかしかった。はい。これもうちょっとそろそろあれじゃない。セーフ多くない？あら。しかも書いてない。書いてね。多い。もう絶対僕じゃんこれ。あ、いた。いたよ。何フェチ？陥没乳首。すごいっすね。ピンポイント。超ピンポイント。結構陥没可愛くて、出てきた時とか感動しちゃう。いや、初めて聞いた。結構コンプレックスある子多いじゃん、うん、陥没だから見せたくないとか、うん、あれはね、出てきた時可愛いなと思う。こんにちは、こんにちはって思う。だフェチだよね、多分。もうやばい、この人2020年最後何言ってる。いけちゃうんだ、いけちゃうんだ。てて、高い買い物、携帯電話。いや、もうこれ勝ったわ、もうこれ勝った。めっちゃ汗かいてますわ。だって上乗せらんないじゃん、取っても。一番ヒヤヒヤしてる。爆弾みたい。行くんだね。セーフ入ってない。もう絶対負けたくない、絶対負けたくない。あー、きた。ホットな話なんだろうな。2020一番ホットな話、コロナで大変だったんですけど、それがあったから急に素敵さんと同棲することになってホットで幸せです。これひまちゃんだよ。おお、すげえ。セーフ、しかも強いね。いや、あ、すげえ。これはすごい。もうなくないっすか、これ。カチカチになってる。カチカチだよ。カチカチだ、これ。なんか途中でカチカチになるの、特に。剣道みたいにいけば。なんっていけば。崩れるじゃないですか。ちょっとミラクル起きそうなんですけど、横の黄色が取れちゃうっていう。ミラクル起きた。俺じゃん。小指で乗せてハート。もはや質問じゃないです。いやもう。笑っちゃダメだ。性別変えたんだから何でもできる。何でもできる。ダメだ。多分ダメだと思うんですけど。おーい。
悪魔の質問って何ですか。悪魔の質問、長文なので言い終わるまで話しちゃダメ。はい、じゃあ悪魔の質問出します。ででトランスジェンダー母へのカミングアウトを再現してください。長え。お母さんじゃないですかこれ。お母さんですよ。ジェンガじゃん。お母さんです。ジェンガお母さんと思って。お母さんです。お母さんと思って。僕はまだトランスのこと言ってない。言ってない。これからカミングアウトする当時ね、はい、ソフトタッチしてください。触れない、脆くて。お母さん話があるんで聞いてください。よっしゃー。さすがですね。持ってますね。引き強いですね、やっぱり。悪魔の質問辛いわ。だって20分ぐらいかかるもん。何があんの。優しくして。優しくしてがいいな。優しくしてはまずなし。質問じゃないか、ね、質問じゃない。全部嫌だね。ちょっともうね、年末ってことで体張ってもらおうか。ね、そうですか。そうだね。なんかさ、さっきのテンションと違うじゃん。ノリノリじゃん、勝ったからって、うん、ね、そうですね、やっぱ年末なんで、うん、最後楽しく締めたいじゃん。来年に向けてやっぱりそうね、スカッといきましょう、これで。決まりました。はい、ぐるぐるバット10回と好きな AV のジャンル。イエーイ。はい、じゃあバット持ってきましたなんですけど、あのうちちょっと今バットを持ち合わせてないので、撮影でいつも使ってるサッをバット代わりにして、はい、いきたいと思います。じゃあ傷ついちゃう。何した。お願いします。こっちの方がいいよね。そうですね、いきます。はい、スピードね。はい、1、あ、結構大変だこれ。3、4、あ、これね、すごいぞ。もうすごいぞ。6、7、もうすごいよ。9、これ結構すごいよ。10、ケントさん、好きな AV のジャンルは？キョコン。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。気持ち悪いですか。気持ち悪い。すっごい気持ち悪い。すっごい楽しかった。ぐるぐるバットってさ、なんか1回はやったことあるけど忘れてるじゃん、うん、4回目ぐらいでもすごいぐるぐるくる。まっすぐ歩けないね。踏んだり蹴ったりでしたね。勝てると思ったんだけど。これ場所もあるね。僕なんか有利だね。1月9日まで毎日配信してますんで、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。経験人数1人。コロナに一言。もう勘弁してください。リピートチャンネル、あ、まだ。はい、ということで、年末ということで皆さん良いお年をお迎えください。